それじゃあスロットス負け作11日目やっていきます。ということで2300からですかね。とりあえず宝箱系ね全部上げていきます。たまたまウルトラとかもね極まれに出るんでね、祈りながら。さあライトニングゲッチュ。ということでこちらのメガネでですね、はい、もう最強デッキで、もう僕負けないんでね、最近ちょっとすごい調子乗っちゃってる自分がいるんで、誰か僕を縛いてください、お願いします。ということでやっていきましょう。タワーレベル8ですね。イージーかな、どうだろうな。まあ、9までは見たことがあるんで。で、あとはね、レベルも10までは見たことありますね。11からはね、まだ出会ったことがないので、まあ、そのあたり来ると、ちょっと怖いかなっていう。さあ、今回相手は、ウッドを持ってますね。てか、なんかこの辺になってきたらもう、当たり前に、ね、ウルトラは持ってる。絶対1枚ゲットできたか。そうで、まあ、ウッドとかプリン、ディガーあたりの、まあ、獲得してる割合が高いという感じかな。さあ、ウッド、もしかして、ウッドだけ持ってるアピールして終わるやつか、これ。ウッドだけ出てきて、はい。さあ、大砲ミニペなので、いや、今んとこもうこれ、踏んで、ごちそうさまですプランじゃないですか、これ。もしかして。よいしょ。さあ、見せびらかすようにウッドが転がってくるんですけど、あなた、ウッド命ですよ。これはね、これはもう、無理でしょ。さすがにさ、もうメガナイトが硬いの。メガナイトが硬いことによって、ゴブリンバレルもね、刺さりがいいのよね。いや、これやばいんですよね、多分。今の僕、ガチで強いです。メガナイトがま強いだけなんですからね。まあ、ロリババも10だしね。いいね。レベルがちょっと仕上がってきてんな。ナイス。というわけで、そういえば昨日の動画でメガナイトのこの相方何がいいんだろうっていうね、ちょっと話をしてたんですけど、結構コメントいただいて、まあオールブレイカーだったり、メガナイト、コカツ、ラム、スケラとか、まあいろいろあったんですけど、わかりません。なんかスケラが結構いいんじゃないっていうコメントがあったんですけど、僕もね、それは思ってたんですけど、スケラのレベルがさては低かった場合、ああ、いい5打つ。スケラのレベルが低かった場合なんですよ。マジで相手のスケルトンとかで止められたりとか、全然入んない可能性がね、出てきましたね。スケラのレベルを上げないといけない。そう。で、それが結構苦しいかもなって一つ思いましたね。なんでまあ、メガナイト、あ、でもそしたらラムも一緒か。まあ、ラムは最悪こう、防衛で使えるからね、ちょっと強いかなっていう思いがある感じかな。まあ、メガナイト枯渇ラムみたいなね、そういう感じ。まあ、枯渇にする必要もないのか。まあ、ラムかメガナイト枯渇系でいきたいかなとは思ってます。まあ、でも本当に、その宝箱の出目次第で、ね、急に、さあ、どうし、ホグライダーがね、2000枚手に入りましたみたいな、ないと思うんですよ。ないと思うんですけど、そういうことがある可能性はゼロじゃないので、とかね、バルーンが急に50枚降ってきちゃいましたとか、言うてね、2レベル11、12、13にできちゃうとかってことがあるかもしれないので、まあ、結構こう、カードにより蹴りって感じで進めていけたらなとは思ってますね、今回。まあ、それまでは一旦このメガナイトコカッちゃんで、多分基本的に負けないと思うんでね。てかま、負けたら終わりなんでね。そう、基本的に負けないというよりか、負けたら終わっちゃうんで、負けないように頑張ります。はい。で、前負けたのが、小屋にしばかれたんですよ。そう、恥ずかしいことに、小屋にね、一生小屋置かれてるだけで、負けてしまうっていう、本当に恥ずかしい、試合をね、結構昔、去年か、そうやっちゃったので、本当に恥ずかしいんですよ。小屋にね、ババ小屋置かれて、オーブン置かれて、墓石置かれて、ね、置かれてるだけなんですけど、なんかきつくて、気づいたら負けてるっていう、本当に地獄みたいな経験をしたので、ガチで。そう、まあ、そのね、地獄みたいな絵を見たい方は、アーカイブかなんかね、昔の動画あさってください。でも今年はね、もう小屋が今弱いので、それがまあちょっと救いってわけではないんですけど、やっぱ格上あるあるの、まあ強敵ランキング、トップ1、トップ2ぐらい行くんじゃないですか？小屋デッキ。がいないってなると、まあ基本的にユニットしかいないんで、まあちょっと戦いやすいかなっていう、まあ小屋くんいないって言っても出てくるかもしれないんですけど、まあそこがちょっと戦いやすいところかなっていうのは、思いますね。そう、前回、ファイボとか、ポイズンとかの、まあ、中型呪文を入れてなかったんですよ。さあ、ジャンピング？そう、入れてなかったんで、まあ、小屋にね、ボッコボコにされたんですけど、まあ、今回、中型呪文は、今は入れてるけど、入れないプランでは行こうとしてるんで、
やっぱ呪文をね、中型呪文入れるってなると2つ枠を取っちゃうんですよね。そう、2つ取りたくないんで、1つだけで、あとユニット多めでね、戦えるようにしたいっていうのがちょっとあるんで、わかんない、2つ入れるかもしれないですけど、まあ、やっていきながらって感じかな。さあ、タワーレベル8と。わお、お、初めてバルーン来た。風船野郎来たっすね。あー、このベビーがやだね。さあ、これマスクのレベルを俺そろそろ上げたいっすね、さては。で、対空がまあプリンマスクで、少ないんですけど、このデッキは。一応ご、あの、墓石と、ゴブリンバレル、うん、まあ、お前一応空飛ぶけど違うね。墓石と5か。で、スケでもあるんで、まあ、マスケ、おー、怖いな、なんか。マスケプリン、まあ、墓石5、スケ、マスケプリンっていう感じで、結構高回転で空を回せるんで、っていうので、空大丈夫やだと思ってます。はい。実勢はわかりません。さあ、まあ、ウィザーとかレベルは低いですね。言うて。初めてバルーン来て。まあ、ちょっと怖いですけど。さあ、さすがに勝ったか。なんか、クララはボットがね、いるらしいんですよね。そう。で、なんか、クラン入ってなくて、なんか、デッキがどうのこうやら、とかね。なんか、よくわかんないですけど。マジ初期デッキみたいなのだったらボットらしいんですけど。まあ、トロ多分、ほんと1000から2、3000ぐらいにね。多分いるっぽいんですけど。まあ、それがこれかな。そういうやつは、テイン!レッツ!シンク!はい、ナイス。まあまあ今日ぐらいはね、本当に、もう全部キング、全部サンクラ秒で、もう一気に3000いっちゃいたいぐらいね。さあ、上げていきたい。タワレベなな、。さあ、タワレベ8、バジロス。なんか名前かっこよくね。モンハンとかに出てきそうなね、名前じゃない?モンハンしたことないんでわかんないんですけど。さあ、おい、家にレベル高いやん。さあ、ユニレベ、タカオ来ました。おー!ウォールブレイカーズ!初めてだ。さあ、間に合い、メガナイトドッスン。いやー、これでももう勝ちみたいなのがある。ペッカいなければ。最低のユニット次第では、転がりんちょ。よっこいしょ。おー!あなたもメガナイト。あー、でもこれ、相手がメガナイト持ってると嫌だな。相手のメガナイトの受けがね、ないっていう事件。まあ、タルか。てか、スケブ10なんかキモいね。なんか、数字がいっぱいこう、チラホラしててね。ちょっとなんか、嫌だったな。さあ、プリンセスはザップで死なないよ。それ、君多分いつも格下のプリンやってんじゃない?あ、でも俺の9なら死なねえわ。最低限だ。プリン9は。うん、一番ちっちゃかった。さあ、いや、ユニレベ、ガチ高ーすけど、まあ、言うて高いにも知れてるっすよね。めっちゃいい?あ、逆にそれはそれでいい。ね。11とか来ると、ね。ちょっとだけね、無言になれるかもしれない。もう最近ちょっと無言してないんでね、無言クララをやりたいですね。集中させてください。僕を。さあ、あと4の落とし方、募集します。さあ、圧倒しすぎて、相手がね、ちょっと諦めちゃいましたね。うん、まあ、しゃあない。それは本当にね、もう、天才。しょうがない。そうするしかない。ね。さあ、タワレベ8。さあ、順調。勝っていく。タワレベ8。まあ、一旦ゴブリンバレル飛ばして、あなたのユニレベを教えてください。さあ、ウッド。反応が早すぎてね、一個残ってんだよな。怒られても、俺なんもしてないやん。さあ、ネクロ9。ネクロとかも多分多いよね。使いやすいし、普通に強いかな。まあ、ネクロとかに対してはやっぱタルババだったり、メガネ、おぉ、ちょっとだけユニレベ高尾。さすがにこれ踏んでいいな。からの、左側をガン詰めしてあげることによって、まずバレルも対応しなきゃいけない。メガナイトも対応しなきゃいけない。このプリンセス巻いて対応しなきゃいけないんですよ。そう、だから、で、これで、まあ、どっちかからね、対応できない。いやー、なんなら両方対応できないと。で、相手がこのプリンに対応してきたら、まあ、その瞬間、まあ、コストないか、まあ、さすがにもうあるんですけど、嫌がらせでね、こっちサイドも端前プリン。いや、さてはこの人、諦めの前ダブルプリンちゃん GG。諦めんのかーい。オッケー。タルベ8。
いやもう一つだけ言いたいのはね、もうこれでね、クラロワやめないでほしい。うん。このゲームめっちゃむずいやんって思って、クラロワやめることだけはやめてね、ほんとに。ね。これを機にね、うまくなって。てかめっちゃあれだな。俺と対戦する人すぐ怒ってくるわ。そんな人やね。お仕置きよ。なるほどね。タレバハッチ、あ、同じ。感じの相手、ちょっと安定期来たっすね。うん。レベチを引きたいな、レベチを。スケブ Q。いやー、ちょっと痛いな、プリン10。あー、いや、でもちょっとうまいな。あれ？今回やばい、ちょっとだけ。まあ、デッキは系列似てるっすね。プリンセスとゴブリンバレル。あれ？ちょっと強い。しかもこれさ、クララ6周年スタンプ持ってんな。うん。いや、なんかあれっすね。ユニレベ特別高いとかじゃないんですけど、できるっすね、クララは。うん。いやー、そうっすね。いや、クララ、できる人来たっすね。いやー、なんか嫌だな。戦い方が、うまいっすね。あれちょっと俺待って、普通にやばいかな。うん。ちょっと一旦、集中。あなんか、ちょっと気抜いてたら、ね。うん、まあまあ、メガナイトを、なんかいい感じの時にちょっと出したいっすね。まあでもこれなんかあれだね。普通に格下でも格上でもない。なんなら格下よりに負けるとちょっとあれだね。話が、話が違うってなっちゃうんで。普通に負けたことになっちゃうんで。いや、でもなんか嫌だな。まあまあまあ。さすがに勝ちたいね。負ける理由がない。もう実力で負けたことになっちゃう。それだけはね、許されないんですよ、今。さあ、これはいい形がね、できてるっすね。許容か、相手は。いや、うまいな。いや、でもぶっ刺さり。いや、ガチでぶっ刺さってはいる。うん。いや、さすがにちょっとユニレベ俺の方が高い。いや、俺ユニレベに救われてる？俺そんなことさすがに言いたくないんですけど。で、救われてるわけではない。うん。ユニレベさなくても、まあ、勝ってはいたんですけど、たまたまユニレベさがね、ちょっとあるから、ちょっとだけ余裕になってるみたいな、とこは、まあ、ないこともないけど、そういうことじゃないんですよ、本当に。ユニレベさなくても勝ってるからね、みんな。安心して。飛ぶな、飛ぶな、おい。さあ、まあ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 、でも、本当に、できる人でしたね。なんかプリンとかの使い方が普通に上手でした。さあ、ナイス。さあ、タワーレベル8。いや、8しか来ねえ。8、7しか来ねえ。9ですら来なくなったね。うん。まあ、いいことなんですけどね、結局。高いって。負けないのはいいことなんですよ、本当に。なんか、ただただ僕が刺激を求めてるだけであって、本当に。負けないのが一番本当にもう何よりの幸せでもあるんで、もうね、いいんですよ。それで。一生タワーレベル8でいいんですよ。俺一体何を求めてんだろうね。強いやつをなんか求めちゃってるから、それがね、普通良くないですから。さあ、バルキリー8。まあまあ、普通ですね。踏む？もうメガナイトマスケの形組めばさ、負けない、説。で、プリンを後ろに添えてあげてね。おでも大砲の位置がいい。さあ、後ろからダックプリ。いやー、矢の雨が早い。あれ？いや、待って、この見て、スケ。このスケ、トロ2000でできる、みんな。今のスケを、ターゲット取ってから。無理だよね。この人、あれです。はい、クララできる人です。いや、どうなんだろう。たまたまセンスがあるだけかもしれない。ターゲット取ってからスケとかね。
なんかこう誰から見たりとか教わったりしないとできないと思うんですけど、いやなんならもううまいもん。いやなんかあれっすね、うまい人が増えてきたっすね、たまたま。うんね、端前プリン警戒ですよね多分。俺がここに出したろう、ここに俺がプリンセス出すであろう読み、端前プリン。やばい、あの樽が動揺がさ、やらめされたな、そういえば。え、てか待って、俺なんかのんきなこと言ってるけどさ、さっきからダメージ普通に負けてるっていう、なんかバッキリ嫌だね。攻め早く打たなきゃいけない。いやーでかい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 、いやでかい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 、いやもう一発欲しい。いやーよく頑張ってる。俺がこれミスらなきゃね、さすがに大丈夫。さあバル飛ばして、もうバルキリいきます。いやダメでした、やべえ、生きったな。生きるぐらいがちょうどいいってね、誰か言ってませんでした？生きったぐらいがちょうどいいんですよ。もうなんならゴブリンバレル好きで抑えるよー、アピの助。さあ宝石置いていくよー。もう高回転枯渇になります。今から高回転枯渇チャーで生きていきます、この試合だけね。あー置いてなんか、うん、もうほら一生プリンプリンで、回転早いっすね、これガチで。さあ、回らない。いやこれ多分届いてないんじゃない？いや、なんだ、墓石の助がいい味出してるんで、延命してあげて。やなめ使ってないんですけど、さあ使った。ここですぐゴブリンバレル回してあげたいっすね。さあ、マスキを追加してね、これメガナイトで突破していくよ。さあ、ゴブリンバレルを飛ばして、あはー、さすがにうまいな、俺。うん。まあ、やるなーって言ってくれるってことはもうね、なんだろう、なんも思いつかねえわ。皆さん気づけば2600です。はい、新アリーナに到達。ジャングルマウンテンとかじゃない？さあジャングルアリーナでしたね。でこのウルトラ宝箱の下にセールがあるということなんで、まあ1時間後にはセール出てくるでしょう。やばくない？この辺受け取ってないんだけどさ、このスーパーレアのこれがね、あげたいカードがないのよ。まあ、可能性あって、タルババなんで、タルに捨てときます。全受け取りします。勇気、勇気欲しい。これ結構大事っすね。フリーズいらない、クロスも絶対いらない、お前もいらないやないかい。あーはー、もっといらないよ、君。さ、レアのワールドカード美味しい。フリーズライトマジで両方いらないっすね。やばいっすね。もう今の俺強すぎるっすね。本当に、負ける気がしねえな、普通にやってたら。バレルニアファイボと、まあ、まあ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 今のところ普通ですよと。今のファイボとかの2レベル分かんないんだな、飛んでる時に。さあ一旦墓石置いて、アーチャー、おいアーチャーセパしないタイプ、これなかなか特殊っすよ、本当に。アーチャーだってセパするよね。うん、ゴブリンはセパすんのかい、なんだよね、逆逆。なゴブリンセパすんなら、アーチャーもセパするやろ。さあ、タルババ。いや、これでも残るんじゃね？さあ、ウザメのバレル。マスケが行く前に行くと、このマスケも残って働いてくれそうですね。いやー、いいバルキーだ、でも。さあ、墓石置いて。いやー、マスケがずる。入っていく。にゃー、ペッカ短期だ。レベル10ペッカ。イカチー。かっこいいね、ペッカって、さては。タルからの、スケで蓋してあげて、なおさらにゴブリンバレると。もう本気だからね、俺だって。いたってふざけたりとかしてないんで、うん、常に本気でやってるんでね。まあ、そりゃ負けんわ、言う。いや、めっちゃいいセパ。え？うまっ！うん。強い。さあ、タワーレベ8です。何度見たことでしょう。タワーレベ8です。ぶっ刺さり、ぶっ刺さり、ぶっ刺さり。何度見たことか。このメガナイトゴブリン、バレル。うわい、来ました。このアカウント人生2度目です。タワーレベ9だ。2個格上ですからね。これ結構でかいんですよね。でかいとか言うてね、何が気ぃつけなきゃ。うわ、ホグ10ね。いやーい、さあ、ウッとする余裕があると。
煽ってくるねー、あんたさね。いやでも普通にレベル高い、ちょっと怖い、まあ、一旦飛ばして。さあネクロは樽で受けれますね。おい、ザップで飛ばなかったんで、まあ、ザップ10レベルではないと。うん。いや、樽の10が普通に強い。さあ、踏んじゃうか。にゃー、痛ーい、一発。これ、マスケッティや？あ、あなたが求めてるの。おぉ、ユーノ、え、ユーノ持ってんの？いいな。普通にあれか、ウルトラレアタカルバとかから出たんだ。いや、ウーノは、ウーノ？ユーノはね、普通に、羨ましいっすね。ちょっといろいろ混ざっちゃったな。さあ、バレルでザップを割いたよ。ね、ウッドが来ない。ウッド持ってるよ、君。うん。いやー、でかいっすね。まあ、タワーレベル9。まあ、とはいえ、みたいな、とこがありますね。あー、これ多分、スケだけでね、耐えれないんだ。タワーレベルの差があって。いや、タルババおじちゃん、ガチで強えな。あと、墓石もさ、やっぱ、ホグ釣れたり、なんだろうな。一旦これ、先置きできるのもいいね。ここで一旦待てんのよね、相手の動きを。んで、この相手の動きに対して、カード合わせられる。で、相手は何もしなかったら、まあ、始まりプリンでね。にゃん、いた。さあ、ダメージを稼いでいきたいが、いや、メガライト持ってんだ。え、めっちゃいいやん、あんた。俺にそのね、カード運分けてほしい。さあ、メガナイト10のね、その、別の人が使ってくるとは思わなかったな。またまた当たり前に来るか。さあ、飛んでもらって、OK、さすがにだったと思うな。メガナイトホグか。結構レベル高めのね。そう、ウッドザップみたいなな、スペル構成俺もしたいなと思ってるんですよね。いやー、マスケが強い。なんで、まあ、タル雪的だね。そうそうそう。いやー、さすがに勝ったなー。ドッスン。あー、コウモリ、ちょっとやだな。このデッキ使ってて。間違いなく。よし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 。よしよしよし。なんならキングも追って、グッドゲームー。さあ、タワーレベル9ね。稀に来るっすね。稀に来るけど、まあ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 、なんとかしのいでいきましたよ、と。さあ、というわけで、もう今日はね、余裕でしたね。はい。一回も合わせる試合がありませんでした。まあ、この調子でね、引き続きやっていきたいと思います。お疲れちゃんでした。まあ、なんにょん。